石橋大吉、1932年1月7日は、日本の元政治家、元衆議院議員、島根県松江市出身、安木第二中学校卒業。卒業後、公務員として報職する傍ら労働運動に加入、島根県労働組合評議会議長、自治労島根県本部委員長等を歴任。1980年の、 第12回参議院議員通常選挙及び1983年の第13回参議院議員通常選挙に日本社会党を公認で島根県選挙区から出馬するがいずれも落選。1986年に行われた第38回衆議院議員総選挙に日本社会党を公認で旧島根県全県区から出馬し初当選を果たす。以後4期連続当選。 二期目までは、石橋三竿の名で活動していたが、1993年以降、石橋大吉に改名して活動した。1996年、民主党決闘に参加。小選挙区制志行後は、島根県第一区を地盤とした。議員在任中は、労働委員会党に所属し日本社会党、国会対策副委員長。 民主党島根県連特別代表等を務めた。中海監督事業についても反対の姿勢を示していた。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、支持基盤が重なる元参議院議員の岩本久人が、無所属の会から出馬したことから苦戦し、自民党から出馬した、細田博之に敗れ比例復活もできず落選。その後、引退を表明した。 その後、2005年まで民主党島根県県連代表を務めた。ありがとうございます。